これは子ども食堂や貧困対策に取り組んでいる子どもネットワーク延岡が学習の支援をしようと毎年夏休みに取り組んでいるもので、市内の小学生およそ30人が参加しました。この日は地元の高校生などが講師となり、夏休みに出された学校の宿題などを教えていました。漢字を教えるときに分からないところがあったら教えるところが優しいと思います。とっても助かります。夏休みの宿題が早く終わっている。子どもネットワーク延岡では夏休み学習支援教室を通じて子どもの学力格差を解消したいとしています。